リビングのソファーに座って、ほんのりと甘い香りのアロマティックキャンドルを灯しています。今日は久しぶりに慌ただしい仕事から解放され、自分の休日をゆったりと楽しんでいます。オフィスからの帰りのジムでのトレーニングが日常の一部となっていますが、今日はそれも休み、その努力にご褒美を与える日。今日は自分のために過ごす時間。ジムで鍛えた体をいたわりたいな、そう心の中でつぶやきます。目の前に広がるリビングの景色は、普段とは異なる穏やかな雰囲気。ストレッチや深い呼吸で心身のリフレッシュを図っています。頑張ってる私へのご褒美、そんな気持ちが胸に広がります。外では風が穏やかに吹き、窓から差し込む太陽の光が優しく肌を包みます。音楽をかけて心地よいリズムに身を委ね、ジムでのトレーニングで鍛えた筋肉が緩んでいきます。仕事のストレスやプレッシャーから解放された瞬間、自分を大切にする喜びが湧き上がります。明日からも頑張ろう、そんな決意が込められた笑顔が鏡に映ります。40歳の私は、仕事やジムでのトレーニングで培った強さと、自分を大切にする優しさを心に秘めています。これからももっともっと心身を鍛え、自分自身の輝きがより際立って見えるようになりたいなぁと思っています。